マコ様、国民が結婚を祝福してくれて嬉しい。奇跡の勘違いが、物に、のりこさま泡吹かれる。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。マコ様結婚問題が早期決着か。9月6日に、 悠仁さまは14歳の誕生日を迎えられた。続く11日には、紀子こ様の誕生日が控えており、眞子さまの結婚問題に何か発表がある見込みだ。また、延期が続いている縦行師の例も年内虚構が現実味を帯びてきており、眞子さまから何らかのコメントが発表される日も近い。 2年半以上に渡りいぶってきた結婚問題に蹴りがつく日も近いのではないかとの期待が高まっている。2年延期が発表されてから、すでに2年半以上が経過しています。今月3日は、まこ様と小室圭さんが婚約内定記者会見をして、3年目の節目となる日でした。さすがに国民もお腹いっぱいでしょう。秋篠宮家としても、 公子家としての責任の重さを考えるならば、眞子さまの一件は、早々に片付けたいところ。秋篠宮ご夫妻は、これまではソフトランディングを望まれてきましたが、そろそろ強行着陸させても構わないとお考えのようです。11日に、のりこ様が、親としての破談宣言を出す可能性もゼロではないでしょう。別の関係者は、次のように推測する。 肝心の眞子さま様の情緒に揺らぎがありますので、この問題に蹴りがつくのは、もうしばらく先のようにも思えます。自由を重んじる家風からすれば、のりこさまとしても、破断、結婚の是非は、眞子さま様本人の口から語らせたいという思いが強いように拝察いたします。かつてない順風。このように、何が起きてもおかしくない状況にある眞子さま様の結婚問題。 だが、長期戦に持ち込まれたことで、ま子さまと小室圭さんに追い風が吹いているとの見方も根強い。論文が専門誌に掲載されるためには、専門家らによる「査読」に合格しなければなりません。今回の小室さんの論文は、その「査読」を経て掲載されたものですから、その実力は本物だと証明したことになります。また この論文から、小室圭さんが、非常上企業の資金調達に関する専門家を目指していることも明らかになりました。この業種は、高級で知られています。秋篠宮殿下との子様が懸念されていた、ま子さまの配偶者に、ふさわしい収入があるかという懸念を同時に払拭する効果があったと思います。小室圭さんの代理人、上柴直文弁護士も、 取材でこんなものじゃないですよ。期待していてくださいと自信満々に語る。また、山口真由さんも、小室さんの発想力と行動力は、アメリカでは大きく評価されると思いますと、称賛の言葉を投げかける。メディアも小室圭さんを大絶賛。この一本の論文が流れを変えたと言っても過言ではないだろう。 6月16日放送の直撃ライブ、グッディ。において、司会の安藤優子アナウンサーが、こういう実績をニューヨークで残したら、馬国民の見る目、変わりますよね。私、率直に言って変わりました。すごい頑張ってるんだなって、と明かすと、ゲストの高橋克実さんも、これに賛同しつつ、当初から、問題は一点にあるだけなんで。 お金だけじゃないですか。誰が見てもそう思うんですよね、と、持論を展開。さらに母、かよさんが起こしている400万円超の金銭トラブルについては、クラウドファンディングじゃないけれども、もう、日本の国民なんて衆議だと思って、いくらでも出すような気がするんですけどね。一人1000円とか出したら、もうあっという間じゃないですか、と、もはや、国民全体が、 眞子さまと小室圭さんの結婚を後押ししているかのような仰天解決案を出した小室圭さんが借金返済のためにクラウドファンディングをすべきという意見は前々から出ています例えば経済アナリストの森永拓郎さんは今年1月のラジオ番組「柿花だしあなたとハッピー」の中で世の中にはお金持ちがいっぱいいます クラウドファンディングを利用して、全国から、皆さんの善意を募るとか、いくらでも方法はあったと思うんですよ、と、締めくくっています。また、作家のオンタデラも、現代ビジネスに寄稿した記事の中で、私は、小室さんが、この状況から、一発逆転を決める唯一にして、最高の方法を提案したい。それは、 クラウドファンンディングを行うことである。もし、小室さんがクラウドファンディングを呼びかければ、彼の家庭が抱えているという400万円の借金を返済するためのお金など、一瞬で集まるだろうと提案しています。仮に、国民10万人が1000円寄付しただけで1億円も集めることが可能です。まして、小室圭さんは、 自他ともに認める公室関係者ですから企業なども喜んで資金を投じるでしょうこういった国内の報道を受けて小室圭さんは資金調達の専門家を目指しているのかもしれませんね確かにクラウドファンディングすれば資金は一瞬で集まるだろうが公室利用そのものであるから世論はかえって降下することは間違いないまた カヨさんの元婚約者 X さんも、当サイトの取材に国民や税金に負担をかけない方法で返金してほしいと語る。単にお金を返しただけは、両者のわだかまりが消えることはないだろう。マ子様の表情は明るく、結婚に前進。観覧シンクを乗り越え、ようやく国内世論も軟化し、生活資金の目途がついてきた。 関係者によれば、ここのところ、ま子さまの様子も明るいという。新型コロナの影響で自宅にこもられていた6月、7月頃は、辛そうな表情をされている時もありました。ですが、8月に入り、何か吹っ切れたようです。果実、自宅に友人らを招き観覧され、ダイエットしなきゃ。などとても上機嫌でした。 小室圭さんとの結婚式でお召しになる衣装はすでに購入済みですから再度手配しなくても良いよう心身を鍛えるおつもりなのかもしれません8月18日にはフィットネスバイクも届きましたまた別の関係者は次のように語るここのところテレビや週刊誌などで小室圭さんを男の中の男と称賛する論調が続き 結婚容認論さえ出てきてきいますそれをうのみにした眞子さまが国民が私たちの結婚を祝福してくれて嬉しいととても上機嫌にご両親に報告しに行かれたそうですですが絶えずネットニュースのコメント欄などを研究されている紀子さまは眞子さまのこの発言をここまで勘違いできることが奇跡的と泡を吹かれ あなたの目は不穴ですかと、再考を促している状況だと伺っています。10月か11月に予定される縦講師の例の後に、眞子さまは、ご自身の結婚について、何らかの発表をすると見込まれていますが、その文面をめぐっては、母子間で駆け引きが続いているようです。このため、眞子さまは、この頃、母は何もわかってくれない。 向こうは理解してくれるのに、とぼやかれることが多いとか、読む姑の中がいいのは、良いことですが、実母との仲も、やはり大切にしていただきたいものです。11日に紀子さまは、このような混沌とした状況ならば、9月11日のお誕生日に発表される紀子さまの文書は、眞子さまの結婚の行く末を占う上で、重要な指標となるのではないだろうか。 元宮内庁職員で、皇室評論家の小内誠一さんに話を伺った。の子さまは、眞子さまに幸せになっていほしいという思いよりも、秋篠宮家としての対面を気にされているように思えます。11日に発表される文書においても、差し障りのない内容になるのではないでしょうか内部から漏れ伝わる声を総合しますと、ひとまず、 マコ様に、お気持ち、を自由に発表させ、セロンの反応を見た上で、秋篠宮殿下とのりこ様は対応を決めるようです。ただ、マコ様は、正真正銘の箱入り娘のため、一般常識やセロンに疎いようにお見受けします。周りがそれをサポートできる環境になるといいですね。本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、 皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。